点にクローズガードされて、そのまま解除できずにずるずると引き込まれて三角締めなので終わってしまう。終わってしまいます。ちょっとね、入れられてしまった後のトップで、今ね、まあ、あまりこう立つのが得意でないし、多分にあのフィジカル的にもそこまで胸張れるとかっていうのは難しいような状態なんじゃないかなと。っていうのがあって、まずガードから抜けるのとパスガードっていうのは一度別に考えた方がいいですね。上手くなってくるとこうガードを解除してそのままねパスガードを仕掛けるっていうのがあるんですけど、まあクローズの場合はまあ、サンパラパスとかちょっと例外はありますけど、まあ、まずはこのクローズから出ましょうというのを考えます。でまず1個目先にやっとくのが三角にズルズルやられてしまいますという状態なんで、それを防いでいきましょうという形ですね。一回三角取りましょうか。このね、まず道具の場合とかだったら襟引かれてないと頭って落ちないんで、まあ、もしくは頭を直接引かれてるような状態じゃないと難しいんで、どちらかが多分ここ起点になってるんですよね。でかといってこのクローズに入れられてるやつをこう襟切るの結構難しいんですよ。まあ胸をしっかり張れてバチッと切れたり、まあ、もしくは両手を使えたら切れたりするんですけど、下の人がやっぱ上手だとこう袖と襟をコントロールしている、特にこのクロスカラーグリップのような状態、三角を狙うため の首手の状態だと、この片手で切るの難しくて、かなり苦戦しますね。で、これでこっちの手が緩くなってると、そのままね、こっち引きつけられて、ずるずるずるといってる状態で、じゃあ一応三角にいきますね。かわされた。で、このまま三角締めの形にセットアップされてしまう。で、ここでまず気をつけなきゃいけないのが、こっちサイド、こっちサイド、これ切れたらいいんですけど、もう先取られちゃいましたっていう話だと、一番先に気をつけなきゃいけないのは、こっちの手をこの足かわされないことですね。で、これはもう、ここ、足を掴んで肘をね、この、ももの内側に当てがってるだけで、で、可能であれば、こちらのグリップを手のひら上、パンスのこの付け根のラインになるグリップを手のひら上にすると、より強固にね、ブロックできるので、難しければそのままね、上から取ってください。こっちの上ちょっと剥がれやすかったりするので難しいんですけど、で、肘で当てますね。これで一回三角いきましょうか。同じ流れなんですけど、この足が上がってこれないように、こう、肘で止めることができます。これが、ね、切れてしまっていると、こう、内が入っちゃうので、こっちの手はクローズにね、この形を作られているようになれば、まあ、もしくは頭直接引かれているようになれば、パンスを握る。できれば、手のひらを上にして握って、肘で膝の内側に当てて、足が登ってくるのをまずブロックしてください。これが手順その1ですね。で、次です。次は、まあ、ここから結局、パスガードをね、仕掛けていくために、立たなきゃいけないんですけども、その流れ、まあ、クローズガードの、クローズガード割り、クローズガードブレイク、いろんなのありますけども、2個だけ、3個かな、覚えましょうか。頭とか、まあ、道具の場合、襟が多いですけど、襟引かれてるときに無理に立たない。襟を引かれてるときに、こうやって立とうとすると、まあ、仮に足がね、救われず立てたとしても、こういう感じね、頭が下がった状態で割れなくて、こういうシチュエーションになり、で、クローズガードすごく割るのが難しいので、でこっちの手コントロールされてるのはなおですね。頭が引かれてる状態、襟で引かれてる状態、この時はまだ立たないですね。で、立っていいのはこの手、襟引かれてない時。この時だけ、クローズガード割りを狙ってください。で、今のようなシチュエーションなんですけど、やはり一番初めにやるべきことは、この襟の解除なんですね。で、襟の解除、いろんなのがあります。例えばね、頭をこう下にくぐらせるとか、器用なやつとかもありますけど、まあ、順当に言うと、まずこっち、サイド取られてるんであれば、こっちは簡単に、比較的簡単に切れますね。コントロールしてくださいね。引き付けられてるんですけども、グー握って、手首をこう外からこう回してバチッとやるとこれは切りやすいです。手のひらこう開いてると全然弱いんで必ずグーで切ってくださいね。でここで瞬時にこっち解除できたら両手が取れ出せるんで、ここでまず襟を切って、これで完全にまず襟を持たれてないシチュエーションを作りますね。ここからが勝負ですね。で何パターンかやっていきますね。クローズガードに対して立つのって難しかったりしますよね。結構フィジカル差があったりすると。立てるのであれば、やっぱりね、片方の袖をキャッチして、
そっち側の足を立てて、で立っていく。で同じ方のね膝を押して割っていく。まあ、割った後はねそこからパスを仕掛けなきゃいけないんですけど、これまたちょっとあの別のパスを勉強してください。で、もう一個袖とか取ってない、取れてないんだったらば、このねパンス、さっきね黒あの三角を止めるときに使ったパンスのところを止めてください。でただし一個だけここまた注意点が、あの両方同じところを持たない。これね、肘でこうバーって膝割ったら痛いような感じはするんですけども、両方同じ方を持っちゃうと、これで僕同じポジションにあるんで、相手が膝をね、自分に引きつけると崩れちゃうんですよね。これがあるので、片方はパンスの付け根を持つ。もう片方は、これね、ベルトのラインですよ。ベルトのラインを持ちます。これで、ね、引きつけてもらっていいですか。こっちサイド、あの、ベースになってね、引きつけることができないんで、この2つをキープしますね。これもね、結構ベーシックな、あの、これに通ずるものがありますね。襟を持って、肘立てて、で、クローズガード割りを仕掛けていくんですが、胸を強く張れるのはこのベルトグリップとパンスグリップ。この相手に遠い場所を握っている方が、あの、胸を強く張れますね。という状態で、ここをしっかり押さえることができたら、まあ、こういうのがね、使えたら、割っていって、コンバットベースを作って、そこから攻めていくのもありかなと。すごく膠着したようなシチュエーションになるかもしれないんですけど、あの結構いいのが道具の場合は襟を使って襟で脇をパンチするやつですね。グラップリングとかでは直接押したりするんですけど、道具の場合この襟を使うとかなり強固なねあのブロックになるので、相手の上半身を拘束することができますね。でもちろんこれに対してのカウンターもないわけじゃないんですけども、多分白帯とかであんまこれに対してのカウンターできる人っていないと思うので、まあ、このパスが、このクローズガード終わりは覚えておいて損はないかも。襟でパンチしたら、これでね、お尻まずぐぐぐっと下げて、お尻下げたらね、この手を支点にして、立つことができますよね。で、もちろんこれだけで足ってきついんで、うまい相手というか、あの登ってくる相手は、あの、ここでハイガードっていうのを作っていきます。足をこう、上げてきますね。こういう状態です。あの、上半身をコントロールした方が、まあ、下の人はね、あの、サブミットできる確率が高くなるんで、こういうやつでキープしようとするんですけど、これが、他戻してもらっていいですか。腰ベルトで止め、まあ、横の相手の方がね、あの、足が長かったら、これは選択するのはお勧めしないんですけども、同じぐらいの体格の人であれば、これで腰ベルトで止めてれば、これでお尻でグッグッグッと下がっていって、下がっていって、そこで立つと、もうキープするの難しいですね。これだけで割れる状態があります。上手い人はこう下がっていって、あ、こいつ割ってくるなって段階の前にハイガードで足をね、登らして高いところに行きます。で、もちろんこれに対しては分かりやすいのに言うと、膝をお尻のね、下に入れて、ニースプリットですね。コンバットベースを作って、膝で割り入れていく。このクローズガード割りですね。この3つはね、まずクローズに入ったら覚えておきたい割り方ですね。